ナルトも帰ってきたばっかで疲れているだろう。少し休憩をやる。長刀縫い針のクリアラレクシマルに、爆刀しぶきのムナシジンパチ、師匠殺しに兄殺し、その他もろもろ。お前は関わっても関わらなくても浮かない顔だな。いつもニヤニヤしていた玲子とは大違いだ。お嬢さん、確かこの辺りにフェアリーテイルってギルドがあったはずなんだが。ミロ、僕は主にポケモンの特殊能力について研究していてね。それがポケモンの生態系においていかなる役割を果たす。おやおや、誰かと思えば久しぶりじゃないか、コウタロウ。さあ、立ち話もなんだからどうぞ中へ。予風だから土足のままで構わないよ。小僧、この竜骨精を切るだと、思考としては悪くない。おそらく何者かが仲立ちしたと思われますが、もうじき船が来ます。あの、本部長の許可はちゃんとやっとかないと、後でまずいことに。でもね、コナン君、このタブレットを解体すれば内臓部から直接充電できるし。だがもう遅い。運命は変わらぬ。我々の手で再びこの世に降り立とうとしている。分かってるって。それにあいつもただの一時的な気まぐれかもしれんし。シンドラの王子の申し入れは知らず、我が君の御ためとあらば。お前の影に入った私が悪かったのだ。許してくれ、ワム。カズ様いい運動になったよ、ボス。なんだ、文句はアキトに言うんだな。文化祭があることを知ってアキトが来たがって。風穴は知らぬ間に開くもんだ。後手に回るくらいなら山を張った方が被害は少なくて済む。そのように心細めに誘われては大抵の男は逃げられないだろうね。そうか、あの女のものをお前が動かせるのか。ならば。これ書いたのお前か。才能ゼロだな。やめちまえ。ま、可愛い顔に免じて許してあげるけど、ほんと美少年になったわね。これは失礼いたしました。イギリス外務省のジャック・サイモンです。普通の人よりも責任ある立場に立つということは好きなこと。さあ、ただの伝説かもしれない。様々な説はあるが、私はただ研究しているだけだからね。だがそれよりも許せないのは、記憶を持たぬ貴様が親愛なるセネキスを殺したという。アップするぜ。また一人テキサスで見つけた。今ジェナイが確保に向かっている。貴様の10年前の滞在はアービターとしての任務を全うすることで償われ先日は少々油断してしまったが、正式な試合となれば話は別だ。ただを意識しつつ仕上げてみせましょう。5分後です。では。ミナちゃん、実戦のつもりでやれ。ちなみに彼から1本取れたらお昼はステーキじゃ。オッケー、任せろって。ふざけんな。ジリオンのパワーを思い知らせて。グラドスから来た。僕の名はエイジ。地球は狙われている。決して君をからかってなんかいないよ。僕も本当に見たんだ。君が見た巨人と同じやつかどうか。全員揃っているようだな。では始めようか。その件についちゃ俺の監督不行き届きだ。俺の顔に免じて許してもらえないか。こいつは俺の獲物だ。今俺がぶっ殺せばお前ら荒神は全滅だ。タンパク質と鉄分の異常な消耗、ウイルス感染者特有の症状だな。俺はただお前との大事な要件を済ます前に、面倒なことはごめん被りたかっただけだ。ああ陛下、ご無事で何よりです。このフォン・クライスとお会いできるこの日をどんなに待ち望んでいたことか。包囲される危機と見ず、分散した我が軍を括弧撃破する好機と考えるだろう。スカートはひどいな。これはキルトといって、スコットランドの民族衣装さ。この胃袋みたいなのはバグパイプという楽器だよ。ほら、いや、ギルバート。ああ、おじさん、ただいま。今日から学校さ。そんなの無茶だよ。そんな、そのは30メートルほどあるじゃないか。飛び込んだらこんがり真っ黒焦げだ。困っている今のうちに、できるだけ多くの情報を集めておきたいからね。さすがと言うべきか、一筋縄じゃいかない連中ばかりだな。後で第三演習場で落ち合おう。じゃあな。